今も、まあ、毎週毎週僕の前に座って、まあ、ゲラゲラ笑い声を上げている、構成スタッフの渡辺くんは俺を金儲けの道具としか思っていない。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。ここ数ヶ月間の疑念をね、ついに本人の前で口に出してしまいました。体だけが目当てっていうなら、もともと君と僕はそういうただれた関係からスタートしてるから、それはまあまあ許しますよね。結局こうなんつうの、何優しくしてくれても俺を気遣ってくれても最終的にはそれは善意の一環だっていうなら、まあそれは仕方がないですよ。僕はポンポンが痛い痛いゆっくりさすってくれてるのもおそらくまあそういうのに直結してんだろうなとは思いますけど、ひどいんですよ。ひどいことが起きたんです。いつもこういうね、なんて言うんですか、どういう表現を使えば一番適切ですかね、どうかしてる番組をどうかしてる番組をどうかしてるトーンでですよ、もう42になって体力も衰えてるのに、このどうかしてるトーンでこう2時間も喋り倒すじゃないですか。でそうするとね、3時の時報が鳴って番組終わりましたっつっても、そのどうかした感じが終わらないわけですよ。で何でしょうね、バランスが変だから心と体のバランスがね、おかしくなる。所長の頃と、あの所長の頃と全く一緒だね。俺が麻布署の所長をやってた頃とね、好きだった芸能人がここに出頭してくるんだってみたいな、そういうこうバランスがこうバランスがおかしくなってるわけですよ。その心と体のバランスが全然こう取れないんですよね。これでそれがどういう形で現れるかっていうと、ネット時代って恐ろしいもんで、まあ番組終わりにネットで変なものを、まあ必要だから買うんですけど、結構勢いづいてしょぼ動画をするってのがここ半年ぐらいひどかったんだよね。なんかね、なんかこう人間工学に基づいてこう疲れないようになってる、なんじゃなんかアルゴノミクスアナルファックアナルファック用の椅子は前買ったやつだから別だ。普通の椅子のど真ん中に大きな針型がついてるやつですよね。あれは別でアルゴノミクスでいいんだよ。まあそういうなんか、もう人間っていうものの体を科学的に計算したら、ここをこういう角度で曲げてこういう風にやったら、絶対腰に負担がありませんみたいな椅子買って、でしばらく使ってたんだけど、よくよく考えてみたら人間で計算してんじゃんね。それ人間にはいいかもしんねえけど、むしろ俺のサイズでピタッと来たら嘘じゃん。そっちのその人間で計算した方が嘘じゃんか。これで結構したのに結果使ってなかったりとか、まああと皆さんご存知のとか、ラジオずっと聞いてくださってる方はご存知で、今日初めて聞いた方は何やってんのっていう、まあ急にあのアイススケートのシューズを買いましたよね、僕ね。アイススケートのシューズをアメリカから、個人輸入しまして、でしかも、今なら送料がお得っていう言葉につられて、普通のローラースケートの靴も買ってますからね。これで、今現在皆さんのフィギュア熱がこうカッカしてる頃に履くと負けな感じがするんで、全く履いてないですからね。そういうことをずっと続けていたんですよ。でまたね、プロデューサーの池田がさ、一応英語が、できるんですよね。なんか池田のお母さんが
米軍相手の娼婦だったでしょ確か確かそうな、優しいねお母さん、優しいお母さんね、一生懸命ね、一生懸命、ま、大阪のネットが始まってからお前そういうのすごい敏感になったな、前までこういうのってもまたバカなんか言ってなみたいだったんだけど、 ABC さんがネットしてからあの母親のこういうやつとかすげえデリケートになって、ママ違うの、伊集院が言ってるのママみたいな感じのトーンになってます。英語ができるから海外のサイトとかも家帰っちゃうと、そのかみさんに頼むと無駄遣いがイコールバレるで、何買おうとしてんのみたいなね。あとかみさんの知らねえボキャブラリーがすごい出てくるじゃんか、なんかかみさんが絶対使っちゃいけないんだよって言われてたような、イギリス留学時代にこれは絶対使うなっていう F から始まる単語しか書いてないようなサイトから物を買おうとしたりとかしますか。もちろん合法的なものしか買いませんけど、それをこう、池田に翻訳、プロデューサーディレクターで池田にこれなんて書いてあるのみたいなことを翻訳してもらったりとかするから、よりなんていうの、あの買えるお店みたいなのがすごい増えちゃうわけですよ。結果まああんな張り方、こんな張り方ですよ、ねえあんなゼリーやあんなエキスですよ、ねえそういうね、買い物すごいしちゃって、でその度に結構そのここにいる高生の渡辺は嫌味っていうか、またそんなの無駄遣いですよみたいな、今すげえそのポッポ来ちゃってポッポ来ちゃって買ってますけど、後でどうせ使わないんですからみたいなこと言ってきたわけ、ずっと。で何からあのスケート滑ってないじゃないですか、いやそれは今あのバンクーバーオリンピックの間は俺がそのキムヨナに憧れてやってると思われるのも嫌だから、もうちょっとみんなが引いてからね、引いてからっていうね、バキュンバキュンは引いてからですよ、みんなが完全に引いてから、デレッデレーポンはもうそのみんなのブームが引いてからだよとか言って、本当に使うんすかみたいな。前もあれですよね、スノーボード買ってそのままですよね、まあ事実なんでね縦図じまいでしたからねスノーボードに関してはね、縦図じまい、まあ、だからあのすごいでっかいハーゲンダッツを今度買います、すごいでっかいハーゲンダッツを、ハーゲンダッツを買って、その時にあのスノーボードをさじ代わりに食います、使うんですよ。大体いつものこのやり取りで無駄遣い、いや違う必要だ買ってんだよ、だったら先月ぐらいからなんかこうちょっと買え買えみたいなトーンになってきて、ちょっと俺がデジカメをね買おうかなって思うと、前までだったらもうデジカメあんでしょみたいな、お前俺のお母さんかよみたいな、もうあんでしょみたいな、違うアマゾンと X は違うんだよみたいな、なんかそういうなんか俺がこうアマゾンライダーのフィギュアで遊んでて、新しい X ライダー来た、 X ライダー買って、で X ライダー終わった後に仮面ライダー深谷ネギが来た時に、今までのがバッタとかから改造されてる、あいつネギから改造されてるから、お母さん見るとみんなまたバッタでしょって言うの、緑だから、ちげえこれ深谷ネギのやつだから、一皮むくとぬるっとしてるのがすげえ多い仮面ライダーなんだよみたいな、あのトーンでもうビデオカメラは持ってんじゃないですかって言ってたのに、それ買えばいいんじゃないですか、買えばいいんじゃないですかみたいなことだ、下手するとこれ開けて、こいつも眠いはずなのに開けてもう10時ぐらいから家電量販店開くから付き合いましょうかみたいな感じになってたの。それでこうちょっと前にも話したモバイル用のあれなんつうのデータ通信端末みたいなやつも、本来だったらもっと迷うところをボンボン買うのはこいつが横から、いやそういうのあった方が便利ですよみたいなことボンボン買うわけ。したら事務所経由で先々週ぐらいに来た話が、小学館のダイムっていう雑誌での連載が決まりましたみたいな話になるわけで、ダイムの編集部の人打ち合わせしますからって言ったら、こいつがその打ち合わせのところにいるわけ
したらなんかダイムの編集部のなんか女の、まあ、ザ・エリートみたいな、聞いてねえのに私はトライアスロンやってましてみたいのを言う聞いてねえよお前全然俺ご自慢なんでしょうけどあなたからはねえ、私たちみたいな底辺張ってる人間にはなんかこうなんかエリートだけどもエリートで頭がいいだけではござんせんで私はトライアスロンもできます、しかもどっかで行われた何とかにも出ましてて英語もできますも入れたなお前なみたいな、その女の人がその素敵な、ね、素敵なね方がこいつを連れてきて、なんか渡辺さんからこちらの渡辺さんライターの渡辺さんからご紹介、持ち込みの企画で伊集院さんが火曜日の朝にすごい衝動買いをする、これでダイムが出るのも火曜日だし、その火曜日の朝の衝動買いみたいなものをそのタレントさんが自分で買って試した、お金を出して買って試したグッズを、いいも悪いもちゃんと批評するコーナーを、渡辺さんから企画書をいただきまして、これでなんでも伊集院さんは雑誌連載は渡辺さんとしかやらないっていうことでっていうので、俺お前じゃなくても全然やるよ俺、むしろお前とやりたくねえよ俺、むしろなんかすごい尾ひれ全部ついてるわけ。これでなんかこいつその頭いいのはこの番組も小学館さんがついてるからなんかそのちょうどいいみたいな、あの伊集院と渡辺のタッグが紙面にもみたいなことをあの TBS ラジオさんとかでも CM とか売ったらどうですかみたいな、外堀が全埋まりしてるわけちょっと抵抗するじゃんこっちも、なんかいやそう言ってもそんなにあの衝動買いとかは、まあ、そんなにはとか言ってる時点でもう俺のプライベートで買ってるものがその女編集部員に全部漏れてるわけ、最近ソニーのブロギー買いましたとかそのなんかこういうのやりましたああいうのやりました、全部もう漏れまくって出るわけっていうかもうほぼゴーサインが出てるわけもうまずその4月6日売り号の割り付けレイアウトなんですけどみたいな話になってるわけ、ひどくない、小銭が欲しいからやるけどでもね実際もんでもう今その2回分ぐらい書いてる、2回分ぐらい一緒にこうやって書いてるんですけど、これも勝つのか。でも今回何テーマに最近何買いましたみたいなこと言われるんじゃない、あ、まあそのブロギー買ったけどってどうだったんですか、まあまああのボディの大きさでハイビジョン撮れたらすげえんじゃねえのみたいなことを言うとすごい嫌な顔する、なんつうのよかったよかったじゃ連載としての面白みねえじゃんって思ってるでしょ、それは分かりますよ、ずっと一緒にいますから、ね、そのよかったよかったはなくね、パンチ効いてねえなお前みたいなね、なんだっけ昔やったファッション雑誌、ファッション雑誌一緒に初めて連載したやつ、そんなんじゃチェックメイトと同じ運命たどんぞみたいな、お前がチェックメイトになるぞみたいな、雑誌もろとも俺たちまたチェックメイトになるぞみたいなと合図してくるわけです、ね、ちょっとただこのレンズがみたいな話した途端にだそれレンズがどうなんすかみたいになるし、なんかこう安全な買い物を絶対させない感じ、ね、ちょっと迷ってるみたいなところにピクピクってくるみたいで、あとやたら俺を家電量販店に誘うみたいな、どこの世界にタレントがその構成スタッフとかもしくはまあその場合はライターとしてそのライターとして会う場所がビッグカメラの3階なんだ、意味わかんないの、ビッグカメラの3階で会ってこれで実はこれどうなんすかねみたいなことを言うわけで、それが結構微妙なところをすごいこう狙ってくるわけで、なんかそのこいつ買っちゃったら連載になるみたいのをすごいやってくるんで、まあ、僕は何が言いたいかというと、4月6日号のダイムの方からですね、私の連載が始まりますのでまんまと始まりますので、てかこうあの連載さどう考えても赤字だよな、間違いなく赤字だよな、アジアンカンフージェネレーションで空に、これでさなんかさカタログとか持ってくるわけで、その雑誌の連載でいただけるギャランティーなんてたかが知れてるわけですよね、いやもちろん天下の小学館さんはまあねよそと比べれば
大変なギャランティーをですよね。まあ、文字350万ですから、それはそれはね、いただいてますけど、ね、それじゃあ後で言うことでついつまわなくなっちゃう。こいつ 3D テレビ買えとか言うんだぜ。何ページ書いたら俺さ、一旦そんなの、その、連載が本だって印税だってやっとじゃん、やっとじゃんそれね。しかも今見るもん別にねえじゃん。今先に 3D テレビだけドーンってあったって、で他にもなんかいろんなこと言ってきてさ、びっくりしたのがアルマーニでスーツ作れとか言うわけ。俺そんな衝動湧いたことねえじゃん別に。でいて何それ来るじゃん、アルマーニのスーツじゃか仮によ、おいくらするのか知んないけど、俺の大きさでしたので、仮にそのお前がこの終わった後の俺がほらどうかしちゃってる、ポッポ来ちゃってる時、ポッポ来ちゃってる時にお前アルマーニ買え、アルマーニ買えって言うじゃん、一着ぐらい持っててもいいんじゃねえのとか、あとこいつのうまいのは、それがその連載っていう表現活動になるんだから、そこにお金を惜しんじゃいけないんじゃないですかみたいな感じのこと言うわけ。てめえは物を書く仕事のくせに。ほぼ0円のパソコンで物書いてるくせにそういうことを言うわけ。なんかネットブックで拾ったネットブックで書いてるようなやつがそういうことを言うわけ。万が一に俺がアルマーニのスーツ買うじゃん、買ってもそれ当然アルマーニのさ一流のやつが作るんだろ、普通の着心地良くていいじゃんって言ったらもうお前嫌な顔なんだろ、いくらするかわかんねえのにいいじゃんって言ったら嫌な顔で、逆に着てくとこないで大爆笑なんだろ、文字数全然足んねえじゃん、基本着てくとこねえって言ったらライター渡辺大爆笑、さて今回はダイソンの掃除機も買いましたになっちゃうじゃんそんな連載は。アルマーニ5行の可能性あるわけでしょ、ね、1ページは1ページまたさ、ページも俺からしてみたら変な話、書くんならもっと書きたいわって、あの1500文字あるかないかぐらいの、1500文字あるかないかなのにもかかわらず、このままよくできていらっしゃるその編集部員の方が伊集院さんの顔写真を載せたい載せたいわけ。いらねえよ、むしろあればあるほど売れねえよ雑誌もね。でその俺の写真を、ほいでこいつまたそれもびっくりすることに、そのあんまり写真っていうか、もともとそんなに僕はあの顔とか自分の顔とか好きじゃないから、電化製品自体の写真を載っけてくれれば僕の写真はいいですっていう話をしてたのに、写真言うから、どうしてこんなにあの写真のこと言うのかなと思ったら、いざ1回目じゃあ写真撮るわとなって、そのビデオカメラ持ってるところの写真撮るわってことになったら、撮るのこいつが撮るのよ、どうやらカメラマンの金もちょっともらってるみたいなんだよこいつ、別立てでカメラマン出さないために。これがもうな、ただあれですよ、あの僕はあの家電芸人とかじゃない代わりに、しかも自分で全部買う代わりに書きたいことは全部書きますよ、ね、それによってもしその編集部の方からちょっとこれはって言われたら、それはもうあのこっちは意地がありますから、これライターの渡辺君が書けってたことなんでって、ライターの渡辺君がこれを書かないのは男じゃないってたことなんで、渡辺君だけ切ってください、僕はカタログ丸写しにします、こっから先はカタログをカタログよりも褒めますっていう、そういうところに切り替えますけど、渡辺が飛ぶまでは俺自分で買ったものを自分でそこいいのっていうとこもちょっと入れるよ完全。今まで渡辺にそそのかされて買ったもの、まあそそのかされてっていうか、まあ愛の手入れられて、うん、買ったものでの多分最高の全入しないが、イカ釣り用の電動リールで、電動リールだけでも結構すんのよ。で電動リールとさらにはその電動リールを動かすための専用の巨大なバッテリー10キロぐらいあるバッテリーのセットっていうのがあって、で一回そのイカ釣りに行ったんだよね、みんなでイカ釣り行ったら、それがこう、手巻きでしかも深いところでこうしかもあんま釣れないみたいなことがあって、それリベンジだからっつんで、もうこうなったらその釣りたてのイカ食うためにはみたいな話でそれを買ってったわけ。まさかさ、その次にさ、あの1回目の時はこの構成渡辺が手配して、2回目の時は AD が手配したんだけど、 AD が手配したやつには全部コンセントがついてるわけ、その船に。
船にコンセントがついてて、これでその電動リールも貸せるし貸してくれるし、1回3000円ぐらいで貸してくれて、おそらく俺の一式10万ぐらいかかったと思うんだよね。これでもうあのテキパキとその電動リールをセットしてるから、そのしてる上に俺がちょっとこうバッテリーみたいなことを言いかけたら、大昔はね個人個人バッテリー持ってこなきゃなかったけどね、まあ最近はほらそのバッテリーのない、そのその何 電源のない、船なんかないしねみたいな話始まっちゃったから俺その隠すの大変だったもん。これめっかったらみんなに笑われると思うから、何なんだろうね、多分俺俺がイカ釣りしてる最中に全然使わないさ袋に入った四角いものが横にずっと置いてあるわけじゃん。おそらくあの時の周りに乗ってたやつは遺骨を撒く気だなと思ってるね。誰かこの辺の海峡で死んだ人の遺骨を散骨するつもりなんじゃないのと思われず、あれももう何も使わないまままだずっと家にあんじゃねえかな。多分あのまま全然放りっぱなしになってるから、そろそろあの液がとろりと出てる頃だよね毒のやつがね。まあそんなことで、まあこういうその4月っつうのはいろいろ仕事とかが切り替わったりする時期なんで、いろいろこうぜひに見ていただきたい、まあ、そのダイムの連載もぜひに見ていただきたい。だからもう俺の目標はもう一生懸命書くじゃん、一生懸命書くことで今1ページいただいてるやつをもう読者の反応がいいから2ページって増やして3ページぐらいに増やすと、これライターっていう方もなんつうの、どんどんギャラが増えていくわけですよ。ページいくらですかこいつらね。だからもうそのダイムの連載に頼った頃にしくじってやろうと思ってとんでもない大しくじりして大炎上してやろうと思って、それでお前を泣き者にしてやろうと思って、一旦こう増やしてから泣き者にしてやろうと思って。